んにちは。何ですかこれは。これからいろんなことをチャレンジしていく中で、ちょっとやそっとのハプニングじゃ久美さん驚いちゃいけないと思うんですね。なるほど。はい。というわけで今日はスライム作りを覚えながら、その中でいろんなハプニングが起きるんで。何？ノーリアクションで。ノーリアクションで。はい。笑ってもダメですし、驚いてもダメです。喋ってはいい。喋ってはいいですけど、棒読みみたいな感じでちょっと練習してみますか。はい。あ、なかなか。というわけで今日はノーリアクションスライム作りに挑戦しましょう。リアクションしちゃったよ。終わり？いや終わりじゃないですよ。終わりですか。はい。軽くルール説明しましょうか。はい。普通にそのスライムを作るだけじゃちょっとつまんないんで、僕が今からトランプを引かせるんで、その出た数字によってちょっと難易度を変えていこうかなと思います。おお、楽しそう。ちょっともう今始まってるんで笑っちゃう。あ、そっか。はい。わかりました。作ってる途中にいろんな仕掛けが用意されてるんで、絶対にノーリアクションで投稿してください。はい。ちょっと汚れちゃう可能性があるんで、レインジャケットを羽織ってもらっていいですか。はい。というわけで、じゃあ最初スライムの難易度を決めたい。あ、そこまで被ります。どれぐらいのレベルで事件が起きるんですか。いや、それはちょっとわかんない。じゃあ被っておきます。で、まずちょっとあれなんで、ちょっとこれもう一回引っ張ってください。怖くなってきた。普通に作っていきましょうか。ダメです。リアクションしたらダメですよ。わかりました。はい、もう無で、ここからもうマジで無表情でいきましょう。青いキャップのそうですね、長い方のボトル全部洗面器に入れていきましょう。もう触るのも怖い。はい。じゃあちょっとこの後簡単なんで、久美さん自分で作ってみましょうか。ちょっとこのノートの中に作り方書いてあるんで、ちょっと開いてもらっていいですか。1ページ目です。G ですね。怖いよ。お水入れましょうか。これ。それです。はい、それを入れちゃってください。はい、全部入れちゃいましょう。はい、そこに絵の具があるの分かりますかね。絵の具。はい。その赤い絵の具をちょっと入れましょうか。はい、じゃあ次、洗面器の上にエラがあるんで、ちょっとこれでちょっと混ぜましょうか。潰れてゲチゲチみたいな。うわ、めっちゃ汗かいたダメです。このまま。そう、このまま緑色のキャップの中に液体が入ってますんで、これの中の液体をちょっとずつ入れてください。どうしたんですか。つまんないと思ってました。ちょっとだけでいいです。あ、もうですか。はい、大丈夫です。で、それを混ぜてください。はい。あ、すごい、できてきた。本当ですか。すごい。ちょっと手とか汚れたらもうティッシュとか使っていいんで。はい。はい。あ、見せてください、見せてください。あー、すごい。びっくりした。もうガンガンリアクションしちゃってるじゃないですか。ちょっと手拭きましょうか。そこにタオルあるんで。いや、それね、さっきから気になってて。はい、なんですか。タオルを使わせようとするなと思って。いや、全然。冷たい。はい、ただタオルがキンキンに凍ってるっていうただそれだけです。トランプと、あとあれなんだっけ、クラッカーが一番心臓にきました。ぬかでも結構驚いてましたけど、ぬかでもびっくりしましたでも、結構ノーリアクションでできたんじゃないかなって思います。というわけでノーリアクションスライムチャレンジは失敗です。あれ、なんか冷たい方持ってません？気持ちいいなと思ってあ、それは逆にあれか、気持ちいい派なんですね。これありがたい方です。なるほどなるほど。まあでも、初めてなんで、いい方だと思いますハプニングがあった時にね、平常心でいられるようにちょっと頑張ってください。わかりました。はい、というわけで、終了ですバイバーイこんな終わり方ある